はい、皆さんこんにちは。連日 GPT 作曲について皆さんと情報共有していますけれども、今回は早速ですね、アップデートをしました。今日まではコード進行とメロディーを作ってくれて、それを DAW の方で少し加工してですね、さらにそこからスノー AI に持っていってフィニッシュしてもらおう、こういう流れを作りました。いわゆるモチーフで作曲をしようという話です。そうすると今までにはなかった自分ながらのコード進行とかで作曲ができるようになるからです。そうは言うものの、今まではこんな GPT でコード進行とメロディーをバッチリ作るということはできなかったんですけれども、この 2,3 ヶ月 GPT-01 プレビューというチャット GPT プラス以上の方で使ってもらえるような GPT ができまして、これはとっても賢くってですね、コード進行とメロディーというのをちゃんと合うように人間が考えるようにアレンジができるという素晴らしい機能を持ち合わせています。それを活用して僕は GPTs とかを作ったわけです。まあ何はともあれ、今日はそこからベースのラインも出してもらえるということになったので、早速やっていきましょう。そのプロンプトメーカーというのがこの GPTs です。 AI 作曲コードとメロを GPT が作成というちょっと長ったらしい名前の GPTs です。ベースもできるようになったので名前を変えてもいいんですが、名前を変えるとまたややこしくなるので、当面はこれでいきたいと思います。では早速やっていきます。作曲プロンプトアシストというボタンを押します。新機能でベースフレーズにも対応しましたというアナウンスが出るようにしています。そして曲のキーはということなんで、今回は Em で作ってみましょう。5番というのを押します。そしてマイナースケールですので2番というのを選択します。ジャンルの希望はということで、ちょっと EDM、 これをやってみたいと思います。曲の小節数は8小節で作ってみます。これは基本的には曲全体を作るというよりも、モチーフを作ってスノー AI に応援してもらうので、こういうやり方をやっています。テンションコードは使いますか、少し使うということで、そしてメインのメロディーは何で使いますかということで、ボーカル用ということで1番にします。 EDM なんで歌のない曲でも良かったのかもわかりません。そしてここが新機能です。ベースのフレーズは作成しますかということで、作る1番を選択します。はい、このようにまとめてくれました。間違いがないか確認をします。そして OK ならば OK と押してください。すると GPT はプロンプトを作成してくれます。 O1 プレビュー用のプロンプトです。とっても長ったらしいプロンプトが出来上がってきます。皆さんもこれを使ってみていただいたら、僕がどんな風な開発をしているか、その裏のマル秘の部分もなんとなく分かっていただけるんではないでしょうか。でもこのプロンプトを作成するというのは案外難しくって、そう簡単ではありません。そしてコードをコピーします。コピーが終わったら違う GPT を立ち上げます。ここで今はチャット GPT 4 Omni というのになっています。 O というのは Omni の略です。ここで O1 プレビューを選択します。そしてプロンプトのところに今コピーしたものを貼り付けます。コントロール V、 そして送信します。すると GPT は何やらいろいろ考えます。これは1分程度ぐらいはかかると思います。ちょっとここの部分はショートカットしていきます。はい、48秒かかったようです。まずはコードを提案してくれます。そしてその後メロディーを提案して、そして今日の新しい機能ベースフレーズを提案してくれます。
ですからまずはコードを MIDI 化しましょう。右側のコードをコピーするというのでコピーができます。そうしましたら横に TEX コード2をもう立ち上げていますので、ここに貼り付けましょう。はい、このようになりました。確認のために聞いてみます。はい、こんな感じになりました。8小節では EDM の雰囲気がどうかは分かりませんが、まあこんなようなコード進行を考えてくれました。オンコードを使ったりとか、サス4を使ってセブンスに流れる、これ上等手段ですけれども、このような形で考えてくれました。すごく単純なようで、これはしっかりしたコード進行だと思います。じゃあこれをスタジオ1の方に持っていきます。もちろんスタジオ1じゃなくてどんな DAW でもいいですが、スタジオ1の場合は直接コードトラックにドラッグできます。もしできない方はトラックに貼り付けてもらってもいいわけです。その方法は TEX コード2の右下にエクスポート MIDI というのがありますので、そこからドラッグ&ドロップで大丈夫です。はい、このようにコードを持ってこれました。他の DAW の人でコードトラックが充実していない DAW の場合は、これをこのようにトラックに持っていってくれればいいわけです。それではこれをですね、バッキングトラックの方に下ろしてみます。バッキングのトラックはこんな感じです。ここでちょっと鳴らしてみましょう。なかなかいい感じですね。もうここの時点で選んでるバッキングもちょっと EDM のノリがあるからかもわかりませんが、いい感じに仕上がっています。さあここでメロディーです。チャット GPT の方に戻りまして、メロディーの提案をコピーします。次には僕が開発しました GPT メロディープレイヤー、これで MIDI にしてもらいます。クリップボード貼り付けという風にします。するとここに貼り付きました。貼り付きと同時にエラーなどがないか、法則に従っているか、村長スタイルコードというのに適合しているかというのをちゃんと調査するようにしています。今は GPT はほとんど間違うことはないですけれども、このようにしています。そして後からでも大丈夫なんですが、ここで MIDI のベロシティを上げておきます。まあ100前後ぐらいにしておくといいでしょう。そしてセーブアズミディで書き出しをします。はい、今はメロディー19というのになっていますので、そのまま保存します。もうこのままベースもやっていいと思うんですけれども、ちょっと先にメロディーの確認をしたいと思います。はい、これがダウンロードホルダーです。一番上のトラックにオルガンを入れていますので、そこに引っ張っていきます。はい、8小節というふうに言ったのに7小節です。こういう時はもう一度作り直しをしてもらいましょう。はい、このように入れます。コードは良かったのでこのままでいい。メロが7小節しかない、メロとベースを再構築してくださいと、こういう風にして送ります。まあないというのが本当に合ってるのか、別に最後の小節にメロディーが必ずいるということは本来はないんです。1小節ブレイクがあっても悪くないんですが、今回は修正というところも含めてこのようにやってみましょう。はい、このように出し直しをしてくれました。かなりですね、細かくこの辺で念押しをしています。特に音符の長さの合計がちゃんと小節数のビートに合ってるか、そういうことをチェックしなさいよみたいなことを最後にいっぱい書いています。
まあ、それでもボンミスというのがあったりするわけですね。じゃあメロディーをもう一度コピーします。そして GPT メロディープレイヤーでもう一度書き出しします。貼り付けて、そして Save as MIDI。 今度はメロディー20というふうになります。じゃあ失敗したメロディーを削除しまして、メロディー20を入れてみます。はい、いけてますね。じゃあこのようにしておきます。今度はちゃんと8小節作ってくれました。確認のために音を鳴らしてみます。上の方にはメロディーとしてオルガンの音が入っています。なかなかいい感じです。じゃあここでベースを引っ張ってきましょう。ベースのフレーズをコピーします。そしてまたメロディープレイヤー、クリップボードに貼り付け。そして Save as MIDI。今度は21になります。これですね。じゃあこれをベースのところに持っていきます。今度はもう怒られないようにですね、ちゃんとベースラインを作ってくれました。ベースラインはメロよりは単純です。見ていただいた通り、音符の長さとかがだいたい一定です。ベースはベース風に作ってくれたということです。そして音域なんかも考えて作ってくれたりしています。はい、ベースを引っ張ってきました。今度はちゃんと8小節分作ってくれていますよね。もう怒られたらダメだと思って頑張ったのでしょう。じゃあこれで一度鳴らしてみます。いいですね。こうやってMIDIになるとですね、ちゃんと編集とかができますよね。中級者以上の方にはとっても嬉しい話です。あ、ここちょっと違うな。ここもうちょっと分割しようかな。そういうことがこれでできるようになるわけです。そこでです。今日はもう一つ報告があります。今日はドーテックさんの超面白い初めてのインストゥルメント、いわゆるベース系の D アシッドという名前なんですけれども、これが発売になりました。ですから早速僕も買ってみました。ここにこのベースラインを入れてみます。面白いんですよ。これはですね、もう遊び心満載に作ってくれるんです。早速やってみましょう。はい、こんな感じなんですね。これループにしながらいろんなパラメーターをですね、変えていくと超面白いことになるわけです。ドライブをかけたりもできます。カットオフするとめちゃめちゃ音変わります。はい、どうですか。とっても面白いベースですよね。今日はこの話がメインではありませんので、
また次の機会にこれについてもう少し深掘りをしてみたいと思います。じゃあせっかくノリのいいダンス曲のようなものができそうな感じがしますので、これを書き出してみましょう。ソングからミックスダウンをします。 WAV ファイルで書き出しをしますが、今ちょっとリミッターを入れるのを忘れてますので、ラウドネス処理とトゥルーピーク、これをオンにして、そして書き出しをしてみましょう。はい、書き出しができました。スタジオ1の場合はこのように書き出したホルダーは開くようになっています。ちょっとこれはマルチディスプレイの別のところに置いておきます。そしてここで Snow AI の登場です。はい、クリエイトボタンを押します。画面上部のアップロードオーディオというところを押します。このような画面が出てきます。ちょっと先日からここにドラッグ&ドロップというのが調子が悪かったんですが、バグが治ってるかもわからないので、ここにドラッグ&ドロップしてみます。お、いけました。今日は一発でいけました。そしてアップロードワンファイルというところを押します。8小節ですからとっても短いです。そしてもちろん今著作権のチェックもしていますけれども、僕が作ったものですから間違いないということになります。はい、出来上がりました。皆さんにちょっとご報告です。先日僕の生徒さんがここでですね、アップロードができないという方がおられました。それはなぜかということを調査しました結果、 Chrome や Edge じゃないブラウザーでやっていたようでした。ブラウザーのせいだということが分かりましたので、皆さんとも共有しておきます。そしてここでコンティニューボタンを押します。はい、そしたらここで一番下にミックスダウンというファイルができました。そしてこれをエクステンドでつなぎます。すると画面の左の方にエクステンドされたファイルが見えるようになります。ここの部分ですね。時間にして13秒ありました。これ6秒より短いものはアップできませんので気をつけてくださいね。じゃあ先日もやりましたようにここで歌詞を作りますが、今日はちょっとめったにしないことなんですが、英語で歌詞を作ってもらいます。ですからここでもう早速押してみましょう。僕は英語がよくわからないので、何せ英語で歌っていたら雰囲気が出るでしょうという感じです。そしてイントロとかが欲しかった場合は、昨日動画で説明をしました。ここに4行の魔法のような言葉を入れるんですが、今日もじゃあそのイントロというのを入れてみましょう。はい、一番上のバースのところに追加します。はい、こんな感じですが今日本語になっていますので、ここで英語を貼り付けておきましょう。こんな感じでイントロギターインストゥルメントということにしておきましょう。まあここオルガンとかシンセとかでもいいと思いますが、まあこれでやってみましょう。それではあえてスタイルオブミュージックには何も入れないでやってみます。どっちになってもモチーフの雰囲気を優先するようになると思うんです。まあでも EDM とだけしておきましょう。はい、一つ目できたようですね。はい、二つ目もできました。じゃあここで聞いてみましょう。いいのができたらいいですね。そしてモチーフ忘れてませんか？ちょっとモチーフ先聞きましょうか。よく覚えてくださいね。ドラムが入っていませんでしたが、鳴らしてみます。これよく覚えておいてくださいね。本来はドラム入れた方が良かったですね。僕の今日はちょっとミスです。ではここで聞いてみましょう。でもいいドラム入れてくれるかもわかりません。はい、イントロは作ってくれてます。おお、ドラム入った、よかった。
ベースのノリが効いてますね。はい、じゃあ今度はもう一曲の方を聞いてみましょう。 Welcome to a sky so sweet, sugary clouds beneath my feet。 バッキングがちゃんとモチーフとして使われていますね。このシンセのアルペジオっぽいところがとってもいいです。 Welcome to a sky so sweet, sugary clouds beneath my feet, licking sprinkles off my tongue, raining donuts one by one, chocolate glaze a perfect storm, caramel drops to keep me warm, twirling in the candy rain, calories drive me insane, donuts falling from the skyCatch a bite, don't ask me why. Raining treats, it's pure delight. Sugar rushes into night. Donuts fall from the sky. Catch a bite, don't ask me why.はい、こんな感じに8小節という短いモチーフですが、似通ったようなところにちゃんとなってくれます。どっちも男性ボーカルでしたので、女性ボーカルで歌ってもらいましょう。はい、フェメールボーカルという風にしました。じゃあエクステンドします。今度は早いですね。5秒ぐらいでやってくれました。聞いてみましょう。 Welcome to a sky so sweet, sugary clouds beneath my feet。 はい、最初の歌のとこはだからカットするということです。はい、ベースの雰囲気を聞いてみてください。ローテックさんのソフトがとっても生きていますよね。よく似たベースが入っています。ベースがめっちゃいいです。はい、次の曲も聴いてみましょう。はい、ここの部分はダウで後で切ります。はい、このベースの割れるような音。
いいですね。このベース気に入りました。僕は今までは案外こういう EDM 系の音というのは作ってこなかったんですけれども、それはですね、自分自身もそのセンスがあまりなかったので、どうやればいいのかなっていうのもありました。でもこれがあればですね、 EDM のノリが作りやすいですよね。面白いベースが作れます。今回は特にですね、ベースのフレーズを作れるようにしたのでですね、これは買いましょうって感じでですね、やったわけです。ドーテックさんのサイトというのはこれになります。今ですね、新製品発売セールということでですね、通常は5500円のところが3300円の税込みになっていますが、11月の4日までということで、もうそんなにも期間がないのでですね、僕のこの専用の解説動画を作るまでに間に合わなかったらダメと思った人はですね、今日のをいいなと思ったらキャンペーンの間に購入するのも悪くないでしょう。このできたのをダウンロードして、またいらない部分を切ったりとか、それはもう皆さん前回の動画でもお話ししていますし、 DAW じゃなくても動画のソフトででも切ったり貼ったりぐらいはできますので、 YouTube 動画を作るにも何ら問題がないんではないかなと思いますので、皆さんも頑張ってチャレンジしてみてください。今日はそんな感じで、ベースのフレーズが GPT でできるように開発をしましたという報告と、そしてドーテックさんの初のインストゥルメント、これを使うとですね、とっても面白いベースラインができるというお話をさせていただきました。ではありがとうございました。またねー。